吉田山のですね、麓ですね。ですからちょうどこの入り口のところになります。で、先ほどの延長線をずっとこう伸ばしてくると、ここにですね、こう達するわけですね。で、よくよく見てみると、こちらのこんもりとした山がありますが、この落差が できています。こっち側にですね。で、これが先ほどのですね、花折断層の延長線の隆起した部分がこちらに来るということになります。これでいきます。彼も説明します。この断層の端っこなんですけど、ここが花折れ断層の、なんでここだけは隆起しているかっていうのは、断層がどうやってずれているかっていうのが、こっちが北になりますね。で、ここの橋台がある、ここですね、橋台のグラウンドがここにあって、今ここまで降りてきて、私たち今ここにいます。だからまあ本当はこういうふうに見ると見やすいかもしれませんが、今ここにいます。でですね、今断層沿いを通ってきたんですけど、断層っていうのは上から、いわゆる飛行機から下を見たときにどっちにずれているのかっていうのは、横ずれ方向の成分っていうのがあるんですけども、この花折断層はこの矢印の書いてる方向にずれているんです。断層をまたいで反対か逆方向にずれているんですけど、これは右横ずれ成分がありまして、この右横ずれすることによってここに吉田山っていうのができるんですよ。どうやってできているかというと、まず右横ずれってなかなかね、ピンとこないと思います。で、断層っていうのは地層が切れているわけですよね。で、切れていてですね、断層ですからなんか食い違うというようなイメージがありますけれども、食い違うのも食い違うんですけれども、地層がですね、こう水平、上から見るとですね、こんな風にずれたりもするんですね。こうずれることもあります。こうずれることもあるんですけども、こういう風にずれることもあるんですね。で、これは要するにこれ横ずれって言うんですね。こういうの横ずれで、これはまあ縦にずれるわけですけれども、ですからこの花折断層というのは、こういうふうに断層があって、こちらの方向ですから、これはこっちの方向、向こうの車が止まっている方はこっちの方向にずれているというわけで、で、こういうのをね、右横ずれ断層って言うんですね。どういうふうに言うかっていうと、右横ずれ、右横ずれっていうのはどういう説明しましょう。こっちの側から断層線がありますけど、これ線を見たときに反対側のこっちっていうのがどっち方向にずれているのか、右、こっちから断層を見たときに右にずれていると思います。はい、右方向に、そうです、ということがから右横ずれ、はい、どちらに立っていただいてもいいです。こっちからこっち のずれてる方を見たら、これは右に動いてます。こっちからこっちに立っていただいて、こっちを見ても右に動いてます。で、そういうことで右横ずれ断層というふうに言います。